安倍九条会見の森友加計疑惑徹底追及、戦争を煽るな安倍内閣退陣、 12.19 国会議員会館前行動を始めたいと思います。寒い中お集まりいただき大変心強いです。ありがとうございます。本日司会を務めます選任会の北村です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。早速コールから始めたいと思います。コーラーは選任会の山本さんです。お願いします。こんばんは。今日はですね、今日朝イージスアショアのですね導入の閣議決定がなされました。徹底弾劾のコールから始めていきたいと思います。イージスアショア導入反対、閣議決定徹底弾劾、イージスアショア導入反対、閣議決定徹底弾劾、朝鮮戦争絶対反対、戦争を煽るな、戦争を煽るな、対話で平和を、対話で平和を、戦争を煽るな、戦争を煽るな、対話で平和を、対話で平和を、軍学共同推進反対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 、辺野古新基地建設反対、辺野古新基地建設反対、基地はいらない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 、部品を落とすな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 、ヘリを飛ばすな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 、普天間基地は今すぐです、危険な基地は今すぐ撤去、危険な基地は今すぐ撤去、沖縄弾圧今すぐやめろ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 、辺野古新基地建設反対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 、九条会見絶対反対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 、憲法を壊す総理はいらない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 、安倍政権は今すぐ退陣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 、森かけ疑惑徹底追及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 、安倍政権をみんなで倒そう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 、九条会見絶対反対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 、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争法の発動を止めよう、戦争法の発動を止めよう、戦争したがる総理はいらない、戦争したがる総理はいらない、戦争法は今すぐ廃止、戦争法は今すぐ廃止、戦争したがる総理はいらない、戦争したがる総理はいらない、今すぐ退陣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 、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 戦争反対、
壊す総理はいらない。憲法を壊す総理はいらない。安倍政権は今すぐ退陣。今すぐ退陣。今すぐ退陣。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 頑張っていきましょう。ありがとうございました。今夜の行動にも私たちの仲間の国会議員の皆さんが激励に駆けつけてくださっています。到着順にご挨拶をいただきます。まずはじめに社会民主党福島参議院議員、よろしくお願いします。国会前に集まられた皆さん、こんばんは。こんばんは。寒い中ですが、お一人お一人に心から連帯のご挨拶を差し上げます。社民党副党首、参議院議員福島みずほです。今年最後の19日行動になります。2015年9月11日憲法違反の安保関連法、戦争法を成立させた安倍政権をどんなことがあっても許してはなりません。憲法解釈をねじ曲げて、それまでの自民党政権も集団的自衛権の行使は違憲だと言ってきました。なんで一内閣で憲法の解釈をぐにゃりと曲げて憲法を守らないんですか。憲法を守らない総理大臣が憲法を変えるということなど絶対に許してはなりません。この間11月30日参議院の予算委員会で、私福島みずほ安倍総理に質問をしました。9条3項に自衛隊を明記するということは、集団的自衛権の行使をする自衛隊の明記ですねと聞きました。総理の答弁はその通りですという中身です。総理はこう答弁をしました。9条1項2項の解釈を変えて、限定的に集団的自衛権の行使ができるようにしました。そのままですというのが答弁です。つまり憲法をねじ曲げて集団的自衛権の行使ができるようにしました。その集団的自衛権の明記が、行使の明記が9条3項の自衛隊の明記です。災害救助のための自衛隊ではありません。国土防衛のための自衛隊ではありません。まさに世界で戦争できる自衛隊の明記です。このことをたくさんのたくさんの一人でも多くの市民、国民の皆さんに伝えていこうではありませんか。9条3項に自衛隊を明記するということは、戦争しない国から戦争する国へ、世界で戦争する自衛隊の明記なんです。戦後の出発点と戦後の72年間を否定する、こんな憲法9条改悪を絶対に許さない、その戦いを一緒にやっていこうではありませんか。安倍総理は今年の5月3日2020年までに憲法9条を変えて施行すると言いました。つまり2018年、来年2019年のうちに憲法9条をまさに変えようとしています。最も早くて来年の通常国会6月に発議、2ヶ月から180日の間国民投票しなければなりません。最も早いシナリオで6月に憲法改悪の発議、8月に国民投票、一番遅いシナリオで2019年7月の参議院選挙と同日で国民投票をする、そのことが考えられます。来年9月に自民党総裁選があります。自民党総裁選をまたぐという説と、またがないという説と両方あります。安倍内閣はいつの時点でやったら最も国民投票に有利か、
武力行使、小競り合いがあった瞬間にやるなど、今からさまざまなシミュレーションをしていると思います。国会前に集まられたすべての皆さん、もしももしも国民投票をやったら安倍内閣はボロ負けするぞという状況を作って憲法改悪の発議を止めていこうではありませんか。国会では憲法審査会で憲法改悪案作りをさせないこと、国会で改憲勢力は3分の2以上います。でも世論が、国民が国会の発議を許さない、国民投票をやったら安倍内閣は必ず負ける、その状況を一緒に作っていこうではありませんか。2015年9月11日憲法をねじ曲げた総理には退陣をしてもらおうではありませんか。憲法を踏みにじる総理に憲法を変える資格など当たり前ですがありません。緊急事態宣言条項は皆さんたちの基本的人権を内閣限りで奪っていくものです。教育の無償化なんてふざけるな、そんなの今やればいいじゃないですか。やらないくせに憲法を変えるぞなんてぬすっとたけだけしいと思いますが、どうでしょうか。参議院の合区解消のための憲法改正、これ公職選挙法の話ですよ。自民党が率先して参議院選挙前に公職選挙法を変えるぞと言い変えたじゃないですか。憲法を変えるための出し入りするなと言いたいですが、皆さんどうでしょうか。皆さんお一人お一人が、皆さん方お一人お一人が本当に頼りです。みんなで大きな声を広げ、小さなさざ波、大きなさざ波、大きなうねり、小さなうねり、あらゆるところで作って憲法9条を変えさせない、そして安倍内閣退陣を実現していきましょう。来年2018年、みんなで新しい政治を作る、そのことに一緒にかけていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。福島議員どうもありがとうございました。続きまして沖縄の風伊波参議院議員です。お願いします。安倍政権の憲法改憲、九条改憲にノーを突きつけ安倍内閣の退陣を要求する 12.19 集会にご参加の皆さん、お疲れ様です。私は沖縄から参議院に出ている沖縄の風の伊波洋一です。本日代表の糸数恵子参議院議員も参加する予定でしたけども、沖縄北方委員会が今沖縄に行っておりまして、私の方からご挨拶を申し上げます。今皆さんもご承知のように、沖縄ではさまざまな米軍基地関係の事件事故が起こっております。大型オスプレイが昨年末に墜落をして以降、大型ヘリコプターが高台に不時着炎上し、そしてまた今月は、保育園に、このヘリコプターからのものと思われる部品が落下し、そしてまた小学校に同じくこのヘリコプターから落ちた窓が生徒の間で、児童の間に落ちました。このようなことが当たり前に起きているのが沖縄であります。このような状況を何としても変えていく、その思いを込めて今沖縄では辺野古新基地建設にも強く反対をする住民の取り組み、市民の取り組みがずっとずっと続いております。毎日100名を超えるような多くの座り込みが貫徹されております。そのような中でまさに戦争に向かう安倍政権に対して私たちはノーと突きつけなければならない、このような思いで皆さんと一緒に頑張ってまいりたい、このように考えております。本日イージスアショア陸上配備型のイージスミサイル、このミサイルの配備を内閣は決定いたしましたが、皆さん北朝鮮危機に合わせてこのようにことをやってますが、実際これが配備されるのは5年後です。ドルナー的な配備、この目的はまさにアメリカから武器を買うこと、そしてまたアメリカのために中国の盾になる、
この日本列島を盾にするそのような戦略が進んでいるということを私たちは理解しなければなりません。沖縄もそうです。先島にも自衛隊基地が作られようとしております。すでに作られたものもあります。これらはアメリカがもはや中国との戦いは直接手を下さないで日本にこの標的になり、そしてそこで戦ってもらう、まさにそのための救助会見じゃありませんか。集団的自衛権じゃありませんか。このような安全保障ではなくて、私たちが憲法9条に書いている戦争をしない安全保障、そのことこそ求めていこうではありませんか。今年はお隣の国が一番皆さん多くの国民が脅威と思っているのは中国ですが、中国とも日中国交回復45周年が今年ですが、来年は平和友好条約40周年です。その中に何て書いてあるのか。互いに武力は使わないということをきちんと国として約束してるじゃないですか。そのことに立ち戻りながら、私たちは憲法9条をしっかりとしたものにして近隣諸国と付き合っていく、このような日本にしていこうではありませんか。一緒に頑張ってまいりたいと思います。沖縄の風も皆さんと共に戦うことを表明をしてご挨拶といたします。ありがとうございます。伊波議員どうもありがとうございました。ここで参加者の皆さんにお願いがあります。通路の確保、それから参議院会館側への移動、本当にありがとうございます。スペースがですね、もうほとんどないというように聞いておりますので、まだまだ人が来ますので、今いる場所でちょっとずつ詰めていただいてですね、一人でも多くの方が入れるようにご協力をお願いします。ご挨拶の方を続けさせていただきます。続きまして、立憲民主党福山参議院議員お願いします。皆さんこんばんは。本当に年末の寒い中、12月の19日、あの安保法制から2年3ヶ月経っているにもかかわらず、総掛かり実行委員会の皆さん、本当に多くの皆さんがこうやって国会前にお集まりいただいていることを心から敬意と感謝を申し上げます。新しくできました立憲民主党の新米幹事長、福山哲郎と申します。どうかよろしくお願い申し上げます。我々あの衆議院選挙の時に多くの皆さんにお力をいただきました。それはこの2年3ヶ月の総掛かり実行委員会をはじめとした安倍政権のあの安保法制に対するひどいやり方、そしてその後の森友学園加計学園の国会審議のまさに立憲主義を冒涜するようなやり方、そしてそういった安倍政権の姿勢自身を怒り不安に思い、何とかしたいという思いが我々立憲民主党に対する温かいご支援の輪に広がってつながったというふうに考えています。本当にありがたいと思っています。一方で国会が始まりまして、我々まず憲法に対する当面の考え方ということを憲法調査会で党としてまとめさせていただきました。そこには安保法制は当然違憲という位置づけで断固反対ということを位置づけさせていただきました。また9条で自衛隊を新たに位置づけるという安倍政権の今の議論についても、このことについては自衛隊を変質させる、まさにどういった自衛隊の役になるかわからないということも含めて反対ということを党として決めさせていただきました。来年憲法の議論が始まるかもしれませんが、まだ安倍政権自身すら何を憲法改正にするのかがはっきりしていません。憲法改正は改正のための改正は意味がありません。一体何のために憲法改正をしたいのか。実は我々の政党は改正という言葉を使いませんでした。なぜなら改正は正しいという言葉が入ります。我々は国民が望み基本的人権の尊重を拡大する、また知る権利をしっかりと広げるような改定ならば議論は
しても構わないということを考え方として決めましたけれども、改正ではなくて安倍政権のような本当に何のためにやるかわからない改正が実行目的化したような議論は改正とは呼ばないという位置づけの中で、我々としてはこれから来年の通常国会に向けて戦っていきたいと考えています。沖縄の問題、先ほど伊谷先生から話がありましたが、保育園に本当にああいう危ない状況が起こりました。子どもたちが怪我が本当にわずかな怪我だったことが、まあ奇跡というか本当に良かったなと思いますが、あんなことはあってはならないと思います。国会で安保委員会を早急に開会をし、そしてこの事故原因等について説明を政府に求めましたが、与党は明確に今日拒否をしてまいりました。本当にひどい話だと思います。そういったことも含めて総係実行委員会に集われる皆さんと共に、今年1年本当にお世話になりましたが、来年も共に戦わせていただきますことをお誓いしまして、私立憲民主党幹事長福山哲郎からのメッセージとさせていただきたいと思います。さあみんなお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして日本共産党小池参議院議員です。お願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の小池晃です。今日は畑野君恵衆議院議員と一緒にこの場に来ております。総係行動実行委員会をはじめとする皆さんが粘り強く毎月19日この行動を積み重ねていただいていることが日本の政治を動かしている、このことまず心からお礼を申し上げたいと思います。今年2017年どういう年だったか、共謀罪がまた強行されます。そして5月3日に安倍首相が9条改憲という提案をし、正面から9条を変えるということを掲げて総選挙に臨んでまいります。一か八かの総選挙に打って出た。しかし市民と野党の共闘がこれを阻む、そういう力になりかけていたところに希望の党が登場し、小池さん、私の方じゃない悪い方の小池さんが野党共闘を破壊する、そういう動きがあります。しかしこの動きに組みしないということで、新たな共闘が立ち上がって、そして野党と市民の共闘を進める勢力が国会では38議席から68議席に増えた。立憲民主党が野党第一党になった。これは皆さん改憲を阻む大きな力になったのではないでしょうか。政治を動かすのは市民と野党の共闘だ。このことが証明された。これが2017年だったのではありませんか。来年はもっともっとこの動きをさらに力強く進めていく必要があります。野党がそれぞれ自分の党のことを考えるのみならず、野党と市民の共闘をどうやって実現していくのか、前進させていくのか、このことにもっともっと知恵と力を出す、そういうことが必要ではないでしょうか。皆さん、球場会見を絶対に許せない戦いを今年として来年と広げていこうではございませんか。そして私も土曜日日曜日と沖縄に行ってまいりました。とんでもない事態が起こっている。 CH53 がああいう事故を繰り返しているのに、なんと今日飛行を再開をした。防衛省はこれを認めてしまったら、まるで皆さん植民地の振る舞いではないでしょうか。先日市民連合と野党の話し合いの時にも、市民連合の山口次郎さんから来年は沖縄の年にしようではないか、そういう提案がありました。大賛成であります。年明け早々に名護の市長選挙がある。この市長選挙を市民と野党の、そしてオール沖縄の力で必ず必ず
勝利をしようではありませんか。そして沖縄県政、この小長知事のオール沖縄の力をさらに進めるためにも皆さんご一緒に力を合わせていこうではありませんか。そして参議院選挙でさらに市民と野党の共闘で今度こそ自民党を少数に追い込み安倍政権を打ち倒そうではありませんか。安倍政治を許さない。そのために日本共産党2018年も市民の皆さんと、そして心ある野党の皆さんと力を合わせて来年も戦い抜く決意を申し上げて、2017年最後になるかもしれませんがこの場での訴えとさせていただきます。ありがとうございました。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。お忙しい中駆けつけていただいた国会議員の皆さん、本当にありがとうございます。続きまして主催者挨拶です。救助を壊すな高田さん、よろしくお願いします。おめでとう。皆さんこんばんは。今日の集会は安倍球場会見の戦争を煽るな、森友加計疑惑徹底追及、安倍内閣の退陣を要求する、そういうスローガンを掲げて開催をしています。戦争を煽るな、今日はどうしてもそれを入れたいという私たちの意思です。皆さん、この今日の集会、19行動数えてみたら27回目です。2015年9月19日に我々はこの戦いを継続する、廃止するまで頑張ると決意して27回目です。その間数千の集会、あるいは1万人近い集会、雨の日も風の日も暑い日も寒い日もこの国会周辺で27回にわたって多くの人たちが結集してきたことの大切さを私はもう一度確認をしたいと思います。毎回毎回ここに集まってマンネリではないかと心配する人もいました。しかし皆さん、各地を歩いてみたらそんなことはありません。皆さんが、私たちがここで毎月19日に結集して戦っていることが、全国の皆さんがどれだけ力強く考えているか、そして全国で19日の行動を展開している総掛かり行動実行委員会のシンボル的な運動の一つに、明らかにここでの数千の、あるいは1万人近いさまざまな行動がなっているということを私は実感していますし、今日皆さんとこの27回目の19日行動の場で改めて確認をしたいと思います。この行動こそが全国の連帯を伝えている、2015年安保を作り出した総掛かり行動の共同行動を支えている、一人でスタンディングしている人からたくさんの集会をやっている人を含めて、この行動が全国の仲間たちが注目をしているということを確認をしたいと思います。皆さん、安倍晋三は来年憲法9条に自衛隊を書き込むという会見をやろうとしています。しかし先日の時事通信の世論調査どうだったですか。来年安倍内閣か安倍政権がこの9条に自衛隊を書き込むのに反対だという人が7割あったじゃないですか。時事通信ですよ皆さん。それが7割ですよ。そして安倍さんの方針を支持する人は2割ちょっとだったじゃないですか。これが民意ですよ皆さん。私たちがここで行動しているこの声は全国の7割の人々の声だということを確認をしたいと思います。そして私たちが掲げる3000万署名、大変な数字です。本当に大変、考えてみると重い数字です。しかしこの世論を見れば、私たちはこれを実現する可能性がある。全国で今戦っている仲間と一緒に行動すれば3000万署名は実現できる。私は昨日福井県に行ってきました。福井県で
県の市民アクションが立ち上がりました。福井県では20万を集めるという決定を昨日していました。ある県では100万、あるいはそれ以上、一つの県で20万枚の署名簿を作ってみんなに配っている、いろんな行動が今始まっています。安倍内閣のこの改憲に反対する3000万署名を絶対に私たちはやり抜きたいと思います。安倍晋三は今日2020年まで改めて球場改憲をやると発言をしたそうです。そして野党の皆さんに、他の党の皆さんに対案を出してください、改憲の対案を出して憲法審査会で議論をしようと、そういうことを今日改めてまた言っています。皆さん、誰かが確か枝野さんだったと記憶してるんですが、安倍晋三のこの提案に対する最良の対案は現行憲法だと先日おっしゃっていました。私はそのことを改めて確認をしたいと思います。文書を変える明文改憲の対案ごっこに陥る必要はない。安倍晋三の球場改憲に対する最良の対案は現行憲法だ。私たちはこのことを確信して運動を進めたいと思います。私たちの中で最後に一つだけ言います。いずれ国民投票が来る、先ほどのような世論の状況だと、私たちは国民投票で勝てるからその準備をしようという人がいる。でも私は慌てないでくださいと言いたい。今一番大事なことは、来年の通常国会で安倍政権に、安倍自民党に球場改憲の発議をさせないこと、これを阻止すること、これが最大の私たちの課題です。この戦いを徹底してやらなくて、その後の国民投票など語れません。この戦いを本当にやって発議阻止を実現する、そこに全力を挙げておくことが今私たちの最大の最良の戦いだと思います。どうか皆さん、この点で私たちは来年の通常国会、改憲発議阻止、そしてその発議をすると言っている安倍晋三の政治責任を追及して、安倍内閣を打倒する、来年の1月からの戦いはそうした課題になるんだと思います。どうか皆さん、今年1年12回毎月毎月ここで行動してきた、この行動を来年さらに頑張りましょう。そして全国の皆さんと一緒に3000万署名を達成することを通じて世論を起こし、自民党をはじめとする改憲派の中に動揺を引き起こし、そして立憲野党を結束して、市民と立憲野党の結束をもって来年の国会闘争を戦い抜きたいと思います。どうか皆さん、お互いに本当にお疲れ様でしたけれども、来年もまた頑張りましょう。頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございます。ありがとうございました。今高田さんのお話にもありましたが、今この時間も北海道で、山梨県で私たちと同じように集会が開催されていると聞いております。ちなみに北海道は18時の時点で気温がマイナス5度だそうです。その中、屋外での集会、デモ、パレードを行うと聞いております。さらにですね、今来年も頑張ろうという高田さんの力強い言葉がありました。皆さんも答えていただきました。来年もこの運動を続けていくために、心苦しいんですが、ここで寒波のお願いをさせていただきます。寒くて手がかじかんで、手袋をしてポケットに手が入っている方も多いと思いますが、寒波にご協力をお願いします。オレンジのスカーフ、オレンジのリボンをしたスタッフが寒波袋を持っていきますので、ぜひ寒波へのご協力をよろしくお願いいたします。それでは、この後3名の方々から発言をいただきます。まずお一人目は板橋球場の会世話人の中本さんです。よろしくお願いします。お疲れ様です。
ただいまご紹介いただきました板橋球場の会の世話人をしております中本と申します。私も地域で今日お集まりの皆さんと同じようにずっと球場を守る活動を続けてまいりました。板橋では13年前に球場の会ができて、地道に街頭演説あるいは講演会を主催したり勉強したり講師でやってまいりました。で、2年前の安保法制の時からはそれをさらに広げようと思ってオール板橋戦争法を許さないオール板橋行動というのを作りまして、あらゆる方々を集めてですね、地域のデモだとか千人規模の集会そういうものもやってまいりました。さらには衆議院選に向けてチェンジ国政板橋の会というのをこちらへまして、市民と野党の統一候補で憲法擁護の議員を国会に送り込もうと、板橋には安倍友の下村博文氏がずっと当選している選挙区です。ですからこれをなんとか打倒しようと思いまして取り組んだんですけれども、例の希望の党の謀略的な分断によりまして統一ができなかった。残念ながらできませんでした。しかし来年に向けてさらにこの動きを広めていこうと考えています。で、私はそこで何点か申し上げたいのは、一つはこの球場会見が一体どういうことなのか、私たち国民にとってどういう意味があるのかということについて分かりやすく説明していく必要があろうと思います。この憲法9条の改憲について安倍首相は9条の1項2項1ミリも変えないんだと、ただまあ自衛隊を憲法に書くだけですよとこういうことを言っておりますけれども、これは真っ赤な嘘であります。もし自衛隊が憲法に書き込まれれば、自衛隊が憲法に書き込まれますと自衛隊は公共的存在になります。憲法的な公共性を持ちます。私の言葉に言わせれば天下の自衛隊になるということです。もしそうなれば自衛隊は国民の敬意を集める、そういう組織になります。安保法制は完全に合憲化されますし、軍事予算は青天井になる。今も敵基地攻撃の武器を購入しようという動きがあります。さらには将来徴兵制が施行される、そのことも十分あり得ると考えなければいけないと思います。あるいは医療従事者とか土木建築従事者、国民がこの自衛隊の活動に動員される、そのことについて私たち国民一人一人が本当にリアルに実感を持って受け止める必要があろうかと思っております。今先ほど高田さんは会見について反対が7割だとおっしゃいました。しかしFNN の調査によると憲法に自衛隊を明記するあるいは国防軍を書き込むということについて合計6割の賛成というのが今日ニュースに出ておりました。反対は 36.9% かなんかです。これはやはりですね、自衛隊を憲法に書き込むことについて本当に国民の中に実感を持って受け止めてもらわなきゃいけない、どういう意味があるのかということをよく本当に受け止めてもらう必要があるというふうに考えております。それからもう一つ、北朝鮮の脅威論の問題ですけれども、これも非常に大きな影響を持っていると思います。このことを分かりやすく切り返さなければ今度の憲法改正の国民投票に打ち勝つことができないのではないかと心配しております。この北朝鮮問題について私の理解では、北朝鮮からは日本を攻めてくる理由はないんだと、攻めてくるとすればアメリカと日本が一緒になって朝鮮を攻めるからだと、こういうことをやっぱり本当に国民の中に広めていく必要があろうかと思っております。そういう意味で私たちは安倍のごまかし、これを打ち破る分かりやすい議論を 国の隅々で展開する必要があろうかと思っております。その意味でもう一点言いたいことは、一方で美しい日本の憲法を作る会、国民の会というのがありますが、その会はやはり同じように会見を賛成の賛同集めをしております。その集め方は請願署名ではありません。賛同署名で賛同人のネットワーク作りをやろうとしております。住所だけじゃなくてネット上の連絡も取れるようにしようとしている。そして国民投票に備えた運動を向こうは取り組んでいるというふうに伝えられております。そういう意味で私たちももちろんこの国会前行動、
適当行動、署名行動、もちろん大事ですけれども、やはりネットワーク作り、会見阻止のネットワーク作りに取り組む必要があろうかと思っております。板橋では、来年に向けてですね、さらにさまざまな活動を活発化しようとしておりますけれども、例えば成人式に若い人たちに対してパンフレットを配るとか、そういう活動も去年もやりましたけれども、今年もやりましたけれども、来年もやろうと思っております。高校の卒業式にも行こうと思っております。その際、年寄りばかりが薄汚い服装で行くんじゃなくて、やはり若いお祝いの場に清掃をしてですね、訴えていかなきゃいかんじゃないかという説がどこかから出ておりましたけれども、そういうさまざまな活動にこれからも板橋球場の会は取り組んでまいりたいと思います。共に頑張りましょう。中本さん、どうもありがとうございました。お二人目は戦争させない八王子市民集会実行委員会の中込さんです。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。私は外出するときはショッピングカートの前後と背中に戦争反対と安倍政治を許さないと大きなプラカードを下げて一人デモをしています。4年間で1000人以上の面識のない人たちから賛同の声をかけていただき、チラシや署名用紙を渡し、この縁で友達になったデモ友もいます。電車やバスの中で声をかけられたら、今日も声かけられて45分間2人で会話して社内宣伝しました。2年半前、戦争させない八王子市民集会実行委員会では12万枚のチラシを作り、そのうち6万枚は私のピアノ教室の生徒のお母様たち、全国の友人、デモ友にも手伝っていただきポスティング。私を含め無党派の活動経験がなかった人たちが歩き出したんです。地元では何度も私を見かけた面識のない人たちからカンパをいただいたこともあります。私がポスティング中デモ友になった、デモ友のポストにはチラシ禁止とあったんです。だから私はチラシ禁止でもポスティングします。駅前でチラシを受け取らない人もポストに入っていれば1秒だけ強制的に読ませることができます。最近は救助を壊すなと安倍会見の署名の A3 サイズポスターも持ち歩き、駅の構内など人が多いところでは高く掲げて強制的に読ませています。デパートの婦人フォーマルコーナーのお店に入った途端、憲法を変えるとどうなりますかと質問され、3人の店員さんに5分間説明し署名用紙を渡しました。別の店員さんにも自分のマンションに配りたいからと言われ、50枚渡したことがあります。また電車内の壁やポールに養生テープで安倍会見の署名プラカードを貼り付けたら、10メートル前方にいた人が署名用紙くださいとやってきました。山手線の中でポスターに気づいた人が一緒に下車してホームで署名しました。また冷暖房付きスタンディング場所のおすすめは、池袋と渋谷の JR と私鉄の間の通路です。天気が良い日、昼下がり自転車にプラカードをつけて買い物に出かけ、1時間半で面識のない7人に声をかけられ、2人が署名、7枚の署名用紙を渡しました。自然食品店の前では署名用紙はこのお店が預かってくれますと渡しました。この会社はチラシや署名用紙を注文用紙に折り込み回収も、他にも数点チラシや署名用紙を置いて協力してくださっています。以前バスの運転手から安倍政治を許さないの持ち込みをやめてほしいと言われた時、表現の自由があるので弁護士たちも下げてます、これがダメだったら北朝鮮と言ってやめませんでした。後日同じ会社の運転手から、信念持ってますね、頑張ってくださいって言われました。一回言われたぐらいでやめないことです。私は一人でもで怖い経験をしたことがありません。
囁くように恥知らずって言われたぐらいです。 A3 サイズまでのプラカードなら私が実践済みですから、皆さん安心してせめて A4 サイズを持ち歩いてください。一押しはこの安倍政治許さないの布製のバッグです。これなら持ちやすいと思います。一つ1200円です。2つ以上買ったらもっと安くなるそうです。私は電話でのセールスマンなどにも戦争させないために忙しいから行かれないの、アベノミクスで年金減ったし、兵器を買うことで税金高くなるし、私は反戦運動にお金使ってるから買えないの。だから野党に投票してねと1、2分説明します。そうすると、いろんなこと知らなかったと言われます。本当のことを知ればみんな私たちの賛同者になります。そのため皆さんにお願いがあります。液頭宣伝やチラシの文章は10歳の子供でも分かる内容で超短くしてください。これは八王子のチラシです。私のスピーチは、戦争したくなくて震えているのは北朝鮮の刈り上げ君、誰の子供も殺さないために署名してください。署名してくださった人には必ず署名用紙を渡してデモ共にしちゃいましょう。3年前ノーベル平和賞の署名用紙を、政治の話をしたことがない全国の知人130人に恐る恐る返信封筒付きで送りました。2500筆集まりました。3000万署名でも10歳でも分かるチラシと一緒に送る予定です。八王子市では毎月1回駅前でノーボー八王子アクションを開き、1月14日2時からの集会は30回目です。超面白い大型紙芝居や子どもの朗読、いろんな楽しいことを企画して頑張っています。パレードは、キラキラ星のメロディーをみんなでハンドベルをして安倍政治許さないの替え歌です。これもとても好評です。私は今日はどんな出会いがあるかと楽しみに外出します。諦めずに光に向かって張っていきましょう。中込さん、どうもありがとうございました。発言の最後です。日本体育大学憲法学者の清水さんです。お願いします。皆さんこんばんは。日本体育大学で憲法を教えている清水です。どうしてこんなに寒いのに発言ばっかり続くのか、早くコールを入れろという思われている方が多いと思いますけど、私もそう思っております。で、今日はマフラー忘れたので本当に今寒くて、ちょっとこう体を動かしながら喋んなきゃいけないかなと思っているところですが、したがってなるべく早く話を終わらせたいと思います。で、もうすぐ2017年が終わりますけれども、今年はどういう年だったのか。まあ、確かに国内政治を見れば安倍政権が継続しましたし、トランプ大統領、大変いろんな混乱を引き起こしております。しかし世界は悪いことばかりではありません。今年は何といっても国連で核兵器禁止条約が採択されました。これは被爆者が声を上げ、ノーベル平和賞アイキャンが取ったように、世界の市民が声を上げ、そして多くの国を突き動かし、条約を採択したわけです。昨年の11月国連総会、覚えてらっしゃるでしょうか。昨年は平和への権利宣言というものが国連で採択されました。これも2003年ですね、イラク戦争後の動きの中でスペインの法律家が立ち上がって、ああいう戦争をなんとか食い止めるために国連で平和についての宣言を採択させようと声を上げ、世界の人々、市民が声を上げ、それでやっと昨年平和の権利宣言というものが採択されたわけです。しかしこういう形で世界は着実に多くの市民が声を上げ平和に向かって進んでいるわけですけども、
日本はどうでしょうか。憲法9条があるのに核兵器禁止条約に対して安倍政権は背を向け批准をしようとしません。平和の権利宣言についてはアメリカと同調し、何といっても憲法全文に平和的生存権の規定があるのに日本はこれに反対をしました。これ絶対許してはいけないと思います。やはり今の安倍政権、憲法に書いてあることを実行しようとしない、そればかりか9条を変えようとしている。で、日本政策研究センターも言ってるように、この9条改憲は自衛隊の存在を憲法に書くだけで終わらない、その後には全面的な改憲が待ち受けてます。その際に2012年の自民党の改憲案が叩き台になると思いますけれども、あの12年改憲案では9条を変えて国防軍がフルスペックの集団的自衛権行使できるようにしている、そして憲法全文の平和的生存権について書かれた部分、これを全部削除する、こういう改憲案を用意しています。やはりこれは許してはいけない。憲法、そして世界の市民が平和を求めているのに、それと逆行しているのが安倍政権です。やはり私たちは声を上げ、こういう安倍政権に対して憲法を守れ、そして世界の市民の声を受け止めて平和に先頭に立つと言わなければいけないと思います。まずは来年この9条改憲阻止するために3000万署名を成功させましょう。そして運動を続け、安倍政権の支持率をどんどん落として、ずるずると退陣に追い込んでいきましょう。そしてこの世界の市民の声を受け、私たち国内でも市民が声を上げ、野党と共闘し、今後の衆議院選挙で政権交代を実現しようじゃありませんか。そういう年、2018年そういう運動を続けていきましょう。共に頑張りましょう。清水さん、どうもありがとうございました。続いて行動提起です。行動提起は共同センターの木下さん、お願いします。皆さん寒い中お疲れ様です。あとわずかでございます。行動提起に入る前にですね、ちょっとご紹介しますね。10月に私たちの市民アクションは、安倍九条改憲 の意見広告を載せましたけども、その後ですね、たくさんの署名、それからハガキがですね、封筒が送られてきております。なんと今のところですね、6600通署名数にして4万8000筆であります。今の数来てですね、ここに来れない方もたくさんの方が取り組んでいます。一つ一つの中にですね、手紙がありますので紹介しますね。地方に住んでいるためデモがあっても参加もできず、声を上げることもできません。ただただ紙面テレビで苛立ち怒りを覚えております。家族全員戦争に反対です。夫の兄は10代の若さで戦死しました。遺骨が送られてきた時は箱の中に小さな石ころが1個、その姿を見た父母の気が狂ったかの姿は今も忘れられません。もう想像しただけで目が締め付けられる思いです。こんなところでは大変恐縮ですが、実は私の昨晩初孫が生まれました。本当にですね、この小さな幸せ、この孫のですね、未来のためにも何としてもこの3000万署名みんなでやりきって改憲も発揮させない、そういったことをですね、皆さんでここで誓い合いたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。こちらですが、1月7日には戦争を止めよう安倍会休場会見の2018 新春の集いを行います。テレビでもおなじみの俳優の松尾隆さんのミニトーク、石川健さんによる憲法学習講演などを予定しています。1月7日日曜日午後2時に北区の王子駅北斗ピアへぜひお越しください。
それから1月の伊勢国公道はいつも通りこの場所で6時半から行います。暖かい格好をしてぜひお越しください。ちょっと先になりますが、国会開会日公道は国会の開会日が決まり次第また追ってご案内をしたいと思います。それからちょっと先になりますが、来年の5月3日の憲法集会は今年と同じ有明防災公園で行います。3000万署名を集め切り、改憲発議を許さない戦いを大きく広げる中で 5.3 憲法集会を成功させましょう。それから最後です。年末年始は皆さんの日頃のお疲れをですね、当社に心も体もゆっくり休めていただきながら、おそらく皆さん親戚の方や知人友人と会う機会も多いかと思います。署名だけは言って話さない、そんな年末年始にしていただくところですね。皆さんでお互いにですね励まし合いながら、頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。あとの北斗ピアですが、塩泡通訳もつきますので、ぜひ、そういった宣伝も含めてお願いします。今日の参加者は2500人です。どうもお疲れ様でした。木下さん、ありがとうございました。それでは19日行動2017年最後のコールで締めたいと思います。コールは、選任会山本さんお願いします。共謀罪は必ず廃止、共謀罪は必ず廃止、人権破壊絶対反対、人権破壊絶対反対、監視社会を作らせないぞ、監視社会を作らせないぞ、戦争国家を作らせないぞ、戦争国家を作らせないぞ、再稼働絶対反対、原発再稼働絶対反対、味方で勝ったぞ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 、高浜原発今すぐ止めろ、高浜原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、すべての原発今すぐ止めろ、憲法を壊す
お待ちですよ。お待ちですよ。